レベルはいい。レベルはいいから、ちょっと火力の底上げをしたい。現状、武器が279って弱くないか？適切な変質をさせていくべきだろ。適切に変質させていかないとダメでしょ、これ。で、270でしょ？この270がな、279だから、もう鋭利の方が強いのか、これ。ワンチャン。これ、となるとこれ、もしかしたら技量に振っていくのが正解かも。実は。火力に見合ってないな、これ。武器のポテンシャルを引き出せてないわ、今。気づいた。武器のポテンシャルを完全に殺してる。まあ、武器の特性を殺すっていうね。逆にあれだから、逆に。逆に、センスのある選択肢。己の、己神一つでいけますよって、そういう話。召喚器。ボロボロだな。やっぱりお前らか。運び屋。いつまでも運ぶんだな、こいつは。世界を股にかけて。優しく置いてってくれた。よし、行こう。和の都でかいな。ここが秘匿された土地。お、王様いるじゃん。うん。Dost thou the gods serve, or merely that role of...その不意だ。Yes, I have the dark. Why else would give rest to thy folk? そうか。If it then seek, フィリアノール教会。Her slum, a lid covering an open. クソダメの蓋。お前を暗い魂から遠ざけろ。近づけるために誘導されている。さあ行きましょう。このやばいやばい弓矢は回避していく。いいね。あと素早く下に降りたいぞ。いいね。よし、一応いらないけれど、間に合った形。さあ裏を取りました。一気に進んでいく。徹底して無視したまえ。食事の時だ。ふっ、ザ俺を落とそうなのね。千年早い。一度ゆっくり眠ってから来いよ。何言ってるか分からん。残りボスは3体か。まあ4体ですけど。ゲール G から行くか、ミディールから行くか。どちらでもいいな。ゲール G もミディールも、まあ決して相性悪い武器じゃないな。ハーフライトも。ハーフライト戦がもったいねえな。ハーフライト戦にこの、そう、
双剣を使え、まあ残るボス考えたらそんなに悪くないか。まあ今のはやっちゃったね。クイステ、クイステの陣、とっさのクイステ、俺にできるか。いけるね。とっさじゃないけどね、完全に人差し指、左手の人差し指準備したけど、 L2 で出すべくして出す。これはいや、イベント等をこなす必要ないよな。イベントこなさなくても倒すべき敵に会えるはずだよね。ハーラルドってなんで湧いて出るの？そこから湧いてくるよ、まるで闇のように。よし、あいつはやばい。あの徘徊してるあいつにだけは手を出しちゃいけない。それこの世界ね、この和の都の掟だから、掟破りになっちゃうから。いけないんですって言われる。うっとうしいの。まあ、ここはしっかり回り道して安全に行こう。安全に竜狩りの鎧がこの都に落ちたやつが魂、いや鎧がその魂に定着することで残骸、いや残滓となって怨念となって俺に襲いかかってくるみたいな設定だっけ。和の騎士は無視、強いもんこいつら。こいつら強力だからね、胸に穴開いてるから。で人型バストローデ、間違いなくバストローデ級です。メノスの階級の中での最強希少ね、それゆえに希少、レコムンド全体で数体しか存在しないと言われてるから。よし、オッケー。さてどう向かうっけ、どうムーブしていくっけ。確かにこれはあれじゃない、擬態するんだよね、人間性を見せよ。あれ擬態できる白枝か。あ、擬態して登ってくんなら向こうから行かないとダメだな。まあ後でいいでしょう。いっけー、間に合え、間に合わない、飛び込んできたな。死をも恐れる、いやむしろ望んでいるなし。やばいっす、あっぶね。よし耐えた。ここまで来たら丁寧に行きたいな、しっかりかがり火を紡いでいきたい。雷も食う、随分と高尚な奇跡を扱う。上行って一回落ちるんだね。上行って落ちたら下に行くという。カリムのゴーンか。やべえ。この双極拳の強みを忘れてる。おお危ねえ、戻ってきちゃった。ムーブを忘れてる。どういうムーブが正解だっけ、思い出せ思い出せ思い出せ、道しるべある。
なるほど、迷っている。何を迷ってんだ。よし、たどり着いた。まあそんな気はしてたんですけどね。うん、そんな気はしていたんですけどね。うん、これで先に行けると。カガレビュー、タケン、誰かが迫ってる。違う、カリン、あいつがいるからか。厄介だな、おい。ミディール落としに行くか。ミディール落とすのが、ミディールと戦う条件か。よし。ウレスを、このぐらいの距離で避けて、で、腕に攻撃入れてと。お、動き止まっ、待って。うかつに攻める。くっ。やるねえ。攻めちゃおう。こんな看板、こんな看板の相手は攻めるに限る。ここ。ここ狙い目、逆に狙い目。まだ落ちねえか。これ投げ払いじゃない？よし。今さ、ちょコントローラーちょっと離しちゃった。今じゃないですかね。行動がルーティンだな。で、発狂してる。気をしておる。耐えて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 。あの、あの、もうくそ、誰がよ。近づけ。ほい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 、攻め放題。下ブレスが来る。ちょっと離れとく。こっちのブレスに切り替わったら攻め込む。逃げたければこっちに行けばいい。引っかきね。ブレス誘発して攻める。これ違う。よし、半分逃げておこう。ダンブレスが切り替わる。へえ、やばい。チャンス。落としたか？致命かこれ。よし、オッケー。落ちろミディール。後で全力で戦おう。よし、いいですね。中華超愛つけよう。ロイド剣いっか。ロイド剣に縛られてる感じがするな。ロイドがあるから体力どうにかしとかないととか考えがちだから、逆にロイドない方がいいな。またこれかがり火あるでしょ。かがり火っていうかショートカールでしょ。ちゃんとと言いつつ、と言いつつだったら緑化がそんなに強くないな。まあいい、ちょっとこのソウルは使っておこう先に。今日いける気がする。
まず朝早くから動けて、でも多分夕方に眠くなるな。そこをしのいで今日は普通に寝よう。しのいで普通に寝よう。逆に、あ、グウィンと精進対等とは思えんな。グウィンが敬意を本当に払っていたのか、はなはだ疑問である。よいしょ。元気しか。ノコルイビー。ここ、あれ、ミディールここじゃね？フィリアノールの槍火災。ミディールここだ。まだ早いな。ハーフライトが先だ。なんというかね、ダクソはやっぱラストがドラゴンっていうね、イメージっていう感覚。俺は緑化3、やっぱラストが結局のところやっぱり竜が最強っていうイメージなんですよ、個人的には。だからこそあのゲール G の後に行きたい。でもゲール G の方がラスボスだからな。残り使っちゃうか。ハーフライト戦はやめとこうかなと思ったけど、使う。でお前は倒す。月牙か、勝って。ひるむ。やるね彼。クライスタ、まずいっす。よくよけった。危ねえ。よし、オッケー。ワノ騎士の総大剣、まあ重たいんでいらないっす。よし、行きましょう。なんだ、何を喋っている。法は俺にある。貴様は死ね。俺が法だ。このダークソウル、世界の法。行きましょう。セリフはいい、ごたくはいい。王冠あるごよ。てて長いセリフが。よしと、マリコマリコ。よいしょ。オッケー、来い、ハーフライト。貴様を撃つ。よいしょ。よし、いいね。くう、めんどくせえのやりやがったな、おい。ちょっと一旦回復して。お前死ねえ。いいね、奇跡の冬。いいね。無駄、これパリ取れんのこれ。やばい。ちょ、ええ、ちょ、待って落ち着けよ、アフライトは。楽しくやろうぜ。な、せっかくの対人だ。貴様も産んでただろう、戦いに。あ、取れるな。分かってました。ならばどうする。
あいつがタリスマンを構えたところで、くそ攻め手が、なかなかやるやん。俺の探検が火を吹くけど、的確に狙ってくるね。嫌いじゃないよそういうの。嫌いになりそうだ。あれあれこいつ強い。きつ。マジか。顔の一枚、首の顔一枚。よし。倒すここで。ローリング挟んだけど勝ってたな。まあゴリの押しでいけますね。ってことが分かればそれでよし。2体目を呼ぶタイミングももう分かってる。とにかく L1 を引っ掛ける、 L1 引っ掛ける作業、もうそれだけ、それだけで終わってる。それだけで勝てる。余計なことすんなよ。余計なことせずただ引っ掛けるだけ。一切ヒットせず。やりすぎでしょう。ゴリ押しはいいけどゴリ押しすぎるね。こっち行くな。おびき寄せる、おびき寄せて、先手今のでいいよ。五の線じゃない、千の線でいこう。
相手に攻め込ませる。そう、誘い込むんだ。急ぐな、攻め急ぐな。だが確実に攻める、確実に攻めろ。よし、オッケー、よし、オッケー。くぅ、しんど、普通にしんどい。今までで屈指のしんどさ。なかなかやるじゃねえか。真実を暴くか。うわ、きつかった。よし、暴こう、この世界の真実を。フィリアノール。湧き上がり否定し、しびれ瞬き、眠りを妨げ。まさに黒ひつぎ。秘徳は破られた。こうして秘徳は破られる。夢から目覚めると。夢から目覚め、真実が見える。世界は灰に覆われるわけですね。最終的に世界の終わりは、そう、こんな姿である。よし、ゲルジー、後にしようか。一旦休憩。ハーフライフが強かった。